くな嘆くな泣けばとて一生一度の初恋を金で売るような宮さんに熱い涙があるものかこの胸のこの胸の切なさよ待ってちょうだいかしさ愛しきののあの夢を決して忘れはせぬけれど言うに言われぬわけがあるわこの胸のこの胸の切なさよ小さい時から一緒に育って私の兄さん
安心しました。そうですか、兄さんでしたか。あら、海地さん。兄さんでしょ。私ここで失礼しますわ。もうじきですからお送りしますよ。いいえ、いいんですの。本当にありがとうございました。そうですか。どうしたの？送っていただいたの。送って？ええ。おかしいじゃないか、ミヤさんだぜ。だって怒ってるの？うん、怒ってなんかいやしないさ。寒いわね。寒いね。とても寒いわ。とても寒い。また雪が降ってきそうだわ。僕のマントが入ったら？誰か見てやしない？構えやしないさ。まあお酒臭いわ。飲んだの？うん、今夜グループで新年会があってみんなに飲まされちゃったんだよ。まあ万歳万歳ってとても愉快だったよ。何が万歳万歳なの？みんなが僕とミヤさんと祝福してさ。ああ、驚いた。随分だわ。貴族に襲われたような気がしたわ。貴族？貴族はよかったね。誰でしょう、あんないたずらするの。アラオ、カザハヤ、カバタ、アクラ、みんな一気当選の貴族ばかりさ。まあ、随分いたずらね。あら、カンイチさんの手、とても冷たいわ。ミヤさんの手だって冷たいじゃないか。そんなに強く握っちゃいたのわよ。おい、みんな、寄せ書き書いてくれよ。まったか。昨日も書いたばかりじゃないか。昨日は昨日、今日は今日じゃないか。おい、アクラ、書いてくれ。めんどくさいな。ついでに明日のも書いとけよ。明日は明日じゃないか。また明日頼んで。書いてくれ。おい、頼むぞ。おい、風早、書いてくれ。うん、頼むのか。寄せ書きや、ああ、寄せ書きや、寄せ書きや、洗おうか。カンイチがオールを持ってで文を書く。あくらか。背景に登ればカンイチを見は万歳。かばったか。万歳万歳万万歳、寺門と。あ、おかえりなさいませ。宮さん、あの、ご旅行らしいですよ。旅行？え、熱海とかへ。熱海？ええ。僕に何か小包なかったかい？いえ、別になんとも。おじさん、ただいま。おお、おかえり。どうだった、演奏は。ええ、大変愉快でした。皆さんはどこ行ったんですか？おお、そうそう。
ミアはおふくろと熱海行ったよ。病気静養とされたわけだ。ああ、そうですか。それで、もう風邪の方はしっかりいいんですか？うん、そうそう。お前まだ知らなかったんだね。何をですか？実は今度ミアに思わぬところから縁談が持ち上がったんだよ。縁談？本当ですか？富山っていう家からぜひミアを嫁にくれと言ってきたんだよ。その富山の熱海の別荘へ西洋方々行ったわけさ。富山なかなか金持ちらしいぞ。それでミアさんは承知したんですか？したというわけでもなし、せんというわけでもなし。じゃあおじさんは承知したんですね。もうわしはまたとない良縁だと思っているんだが。おじさん。お。お、久しぶりじゃ。一席かくも。富山との結婚を承知したのかい？もし私がそんなことにでもなるとしたら。そんなことは信じられない。宮さんが富山と結婚するなんて。第一、僕たちは夫婦も同じだったじゃないか。皆さん、二人で楽しい未来の愛の設計図を描いたことを忘れやしないだろう。それなのに皆さんが他の男と結婚するなんて僕には信じられない。私考えたのよ。寛一さんがこれから大学へ行って卒業するまでにはまた3、4年かかるでしょ。それに大学を卒業しても今の世の中じゃすぐに就職できるかどうかわからないでしょ。そりゃ寛一さんが一人前になるまで私は何年でも待たないきゃいけないかもしれないわ。でも今度の問題が持ち上がって初めて私にうちの事情が分かったの。うちの事情？ええ、今までのような気楽な生活がいつまでも続けられるとは思えなくなったの。じゃあうちが切迫してるとでもいいのかい？切迫してるっていうほどでもないけど、いい気になってわがまま娘ではいられないような気がするの。お父さんは寛一さんは恩人の息子さんだから大学を卒業させて一人前にするまではどうしても面倒見なきゃならないって言ってる。そういう意味で宮さんが富山のとこ行くなら明日からでも学校辞めるよ。学校辞める？ミアさんを犠牲にして大学を卒業したって何になるんだ。僕に飽きて
富山が好きになって嫁に行くんだったら僕は未練らしく何も言わないけれど、宮さんが金のために行くんだったら僕は反対する。ねえ宮さん、スズメが米を食べるのはわずかに一粒か二十粒だよ。俵で置いてあっても一度に食べられるもんじゃない。僕は明日からでも僕たちが食べるのに困らないだけの働きはしてみせるよ。私そういう惨めな結婚生活を想像してなかったの。年老いたお父さんやお母さんのためにもそういう生活はしたくなるわ。宮さんはどうしても富山と結婚すると言うんだね。ねえ宮さん、くどいようだが愛情と財産を計りにかけてそれで本当の幸福は得られるもんじゃないよ。ねえ、もう一度よく考えてごらんよ。一生の問題なんだから。もし私が富山さんと結婚するとしたら、カイチさんはどうなさる？何？あ、そんなにお金が欲しいのか。宮さん、二人がこうして一緒にいるのも今夜限りだ。こうして僕がお前と語るのも今夜限りだ。宮さん、よく覚えておき、今月の今夜、来年の今月の今夜、再来年の今月の今夜、僕は一生を通じて今月今夜を忘れると。昨夜ここに着きましてとても元気です。今朝早くから起きて名所を見て回りました。ヘトヘトに疲れてしまい旦那様におんぶしてもらいました。私たちはこれからきっと幸福だと思います。どう、こんな風で。まあ人が一生懸命に読んでるのにいびきかいて寝てるなんて随分だわ。ああ、とても疲れちゃった。ないか。そりゃあお前に会員さんがいることを承知で結婚申し込んだんだし、結婚したんだ。だからといってそう会員さん会員さんって。とにかく結婚すれば僕はお前の夫だし、お前は僕の妻なんだよ。
悪いというんじゃないんです。いくら儲けてもいいから正当に儲けてくださいって言うんです。人の闇につけ入って高利を貸し暴利をむさぼるような商売はやめていただきたいんです。お父さん。何じゃい。世間じゃお父さんのことを何て言ってるかご存知なんですか。地獄の極卒のように憎み怪しんで付き合うのも汚らしいと言ってるんですよ。お父さん世間なんか構わんと言うんでしょうが、僕はお父さんのことしてそれを聞かされるのが心苦しいんです。ああ分かったよ分かったよ。お分かりになった。じゃあこんな商売やめてくれますか。お前の言うことはよく分かったよ。しかし何時は何時我は割れたいじゃ。学問が好きで本ばかり読んでるお前にはまだ本当の世間がよく分からんの。お前は二言目にはこの関与をやれ不正だのやれ気がらわしいなどと言うけれど、金を儲けるのに天使の道を行っていく商売がどこにあるか。もういかにも、我々の貸す金は高利じゃ。だが高い利息を安い利息などと偽って貸しはせんぞ。にもかかわらず皆は承知して借りている。何が気がらわしい。取り付くが高ければ初めから借らん方がいいじゃないか。世間の奴らの恨み事はみんな自分勝手の愚痴に過ぎんのだ。前も仕事だから読んでいないで少しは生きた世間を見ろ。生きた世間を。2万9500円。ならいいけど、あんまり年寄りの気を揉ませるようなことはしてもらいたくないな。私がお化粧したからってあなたが何も気を揉むことないじゃないの。そりゃそうだけど風間君は年が若いしね。まあじゃあ私が風間さんに気があるとでもおっしゃるの。よしてよ。いや、そういうわけじゃないけど、とかく年寄りはひがみやすくてね、目についた。このひがみというやつは、まあはっきり言えば、わしゃお前を他の男に取られたくない。もっとはっきり言えば、わしゃお前を愛しているんじゃよ。まあ気持ちが悪い。よしてよ。商売商売。風間さん、お先へ。じゃあもう一つ召し上がる。いやもう本当にダメです。じゃあ私もう一ついただくわ。もうよした方がいいでしょ。あなたがよさとおっしゃるなら私よしますわね。狭間さん。何ですか。私今晩ぜひお話申し上げたことがあるんですけど、あなた聞いてくださるわね。お話があるからというんでここへ来たんじゃありませんか。
時何だか酔ってますから、あるいは失礼なことを申し上げるかも分かりませんけど、お気になさらないでね。でもお酒の上で申し上げるんでありませんから、どうぞそのつもりで。いいわね。さあもう一ついかが、あとは決してお知り申しませんから。ねえ狭間さん、失礼ですけど、あなた輪地口の店にいつまでいらっしゃるつもりなんですか。いずれ独立なさるんでございましょう。どんです、資本のようなものが少しできた。そう、やっぱりそうだったのね。私の思った通りだわ。こんなことを申し上げては甚だ失礼でございますけど、怒っちゃいけませんわよ。もし明日にでも独立なさるとおっしゃるんでしたら、大したことはできませんけど、都合のできるだけは私が御用立て申し上げたいと思ってますのよ。御用立て？ええ、実は私いつまでも輪に口のお世話になって嫌なんですの。だからあなたが独立なさるとおっしゃるんでしたら、私もあとは分かってるでしょ。わからないじゃありませんか。あんたが兄口の世話を受けたくないとおっしゃるのと、僕が独立するのと何の関係もないじゃありませんか。あなたは私の気持ちがお分かりになりませんの。僕はあなたばかりじゃなく、人間全部がわからないんです。人間よりは金の方がはるかに頼りになります。頼りにならないのは人の心です。あなたが出してくださるという資本は欲しいんですが、人間としてのあなたに用はないんです。僕はそういう男なんです。じゃあ私なんか全然問題にしてくださらないのね。狭間さん、そんなこと言ってあなた他にお約束なさった方で終わりになるんじゃないの。やっぱり終わりになるのね。あなたにそんな方が終わりになっても、私はどこまでも粘るわよ。私はそんな女なの。それはありました。しかし僕の約束した人は愛情を踏みにじって金に走りました。だから僕はそういうやつに金を叩きつけてやりたいんです。あんたがいくら粘ろうと問題じゃありません。僕は金が欲しいんです。いくら問題されなくても、私はそういう女なの。それはあんたの勝手です。狭間さん。私の方ではどうすることもできません。いや、それじゃあ困りますね。困るのは私の方です。困るんだったらなぜ保証人になったんですか。私はただ権利を主張しているんです。あなたの方で義務だけ履行していただければそれでいいんです。何と言われてもこれ以上絶対できませんから、お引き取りください。そうですか。それじゃあやむを得ません。最後の手続きを取りますから、どうぞそのおつもりで。最後の手続きですって、それはどういうことですか。論差し押さえです。まあ差し押さえですって。もなかとバカにして。まさゆき、まさゆき、はい、ちょっと来ておくれ。おう、狭間じゃないか。
しばらく。おい、倉早、狭間が来てるぞ。狭間が。狭間が？お母さん、どうしたんです？どうもこうもお前、お前も知っての通り、例の保証人の件でね、こちらも責任を感じていればこそ、利子も払っているのに、全部支払え。そのようで差し押さえをするとまで言ってるんだよ。わずかなお金ならともかくもかね。そうですか。よう、狭間、しばらく。どうしたい、その子。ご覧の通りです。あまり君の様子が変わったから、別人かと思ったよ。まさか君がこういう商売をしてるとは思わなかったね。噂は信じたくないと思ってたんだが、君の性質でよくこんな商売ができるね。真人間にできる技じゃありませんよ。それじゃあ君は真人間じゃないっていうのか。私のようなものが生地人間の道を守っていたら、とてもこの世の中は渡れないと悟りましたから、学校を辞めるとともに人間も辞めてしまって、この商売を始めたんですよ。あ、ありがとうございます。時に債務の件だが、あれは何とか特別に計らってもらいたいね。特別な計らいと申しますと？特別な計らいさん。私はワニブチの手代ですから、そういう話は計らいかねます。では、最後の手続きを取ってもよろしいんですね。待て、狭間。それが久しぶりであった友人に対する礼儀か。友人のよしみは友人のよしみ。貸した金は貸した金で別問題です。では。投げ飛ばしてやろうと思うほど憎いやつでも、こうして顔を見合わせると、白線の帽子をかぶってストーブの前に膝を並べた自分の姿が目について、恥を恥とも思わず一枚の証文を鼻にかけて俺たちを侮辱している様を荒尾に見せてやりたい。実の弟を失ったより貴様を失った方が悲しいと言った荒尾が今の貴様を見たらどんなに嘆くと思うか。今日はこれでおいとまします。あまりことを荒立てない方がそちらのおためですよ。貴様はまだそんなことをばやいてられるのか。ないが、それが事実なんだ。俺は殴りつけてやろうとさえ思ったんだが、あのおとなしい狭間がこともあろうに金貸しの手代になろうなんて、かわいそうなやつじゃ、バカなやつだ。親友だと思ってるか。そりゃ何、親友だというのか。嘘つけ。親友ならなぜ学校を辞めた時に一言の相談もしなかった。一生の不審の場合に
黙って失踪してしまうような親友がどこにある。おい、狭間、君の恋人は君に背いたかもしれんが、君の親友は決して君に背かんはずだ。その親友を君はなぜ捨てたんだ。誰にこだって金銭の奴隷になったんだ。それ様は何だ。それ様は何だ。涙があるのか。敵の涙でも残ってるなら言って聞かせてやろうか。もう何も言わずに帰ってくれ。俺にはもう涙なんかないんだ。そうか、涙はないか。それじゃ俺の方から速やかに絶交してやる。これが最後のあの向けだ。心に銘じて覚えておけ。俺もかつては貴様の親友だった。これが最後の友情だ。私、ミアでございます。清沢の。清沢の。おお、ミアさん、しばらくでしたな。お久しゅうございます。いや、本当にしばらくでした。で、今日は何かご用ですか。は、私、寛一さんに会いたいと思いまして。何、狭間に。は、寛一さんのその後の消息ご存知じゃないでしょうか。頭の消息を知ってどうなさるんですか。お目にかかっていろいろお話ししたいことやお詫びしたいことや。その狭間なら僕は先日会いました。まあ、寛一さんに。しかし、昔の狭間寛一じゃありませんでした。だから僕は殴ってやったんです。この腕で殴ってやったんです。僕は信用を裏切った狭間寛一が憎かったんです。氷菓子の再取り狭間寛一が憎かったんです。まあ、氷菓子の。そうです。だがあなたにこうして会ってみると狭間を憎めないような気がします。荒尾さん、寛一さんに会わせてください。私どうしても会います。お詫びします。お詫びしなきゃなりませんわ。会うのもいいでしょう。詫びるのもいいでしょう。しかし今さら詫びてどうなります。おそらく元の狭間にはならんじゃないですか。いや、もしあなたが会えば狭間をそれ以上の深間に突き落とすようなものです。あなたは富山夫人じゃありませんか。あなたが狭間に会いたい気持ちも
わびたい気持ちもよくわかる。しかし今のあなたには夫があります。夫を大切にしてあげなさい。養母が可愛ければそう君を呼んだんだよ。あら、驚き聞かそうとおっしゃるのね。いいわ、聞くわ。でも聞きに高いわよ。今日はうんとごちそうしてもらうから。さあ、何かお支度。あ、適当に持ってきてくれ。なかなか凝ったうちね。うん、時に君結婚した経験あるかね。まあ出し抜けに恥をかかせるもんじゃないわよ。結婚の経験はなくてもおよそ男女間のことだったら一通りは知ってるつもりだわよ。じゃあ改めてお伺いしますが、例えば結婚した女房が以前に愛してた男があったとしたら、これはどうしたもんだろう。まああなたの奥様が話せるわね。知らなっちゃいけないよ。僕としては相当深刻な問題なんだから。恋人のある女奥さんにとってあなたは恋の勝利者ね。いい気持ちでしょ。うん、そりゃ悪い気持ちじゃないけれど、いい気持ちとも言えないね。そこが深刻な問題なんだよ。それで奥様は結婚してからあなたにどうなの。とてもよくしてくれるんだ。ごちそうさま。で、女房がよくしてくれるから僕も女房によくしてやらなきゃならないんだ。それには君も知ってる通り、あると思った金も親父が死んでみると案外だったし、それに慣れない株に手を出したりして銀行の方にも穴を開け、これからいかにして女房を満足させるべきかが透明の問題なんだよ。なぜならば、女房は富山銀行に腰入れしたんだ。なるほどね。それで私が必要で呼び出したってわけなのね。ああ、そういうわけさ。ところでどうだろう。少しまとまってなんとかならないだろうか。せっかくだけど、私この頃その方扱ってないのよ。大臣、いつまで終わり向きの世話になってるのも、心苦しいと思ってる際なんですもの。そこをなんとか、ワニウチさんに。ねえ、私の一存に行かないから一応相談してみるわ。うん、本に切るよ。その代わり多少条件は。そりゃ覚悟してるさ。他ならぬ兄水さんのことだもの。安いはずはないよ。覚悟はいいわね。母、もしもし、母、さようでございます。母、赤間さん、実家さんからお電話です。もしもし、赤間です。私、三つ家、分かって。あのね、ちょっとばかり大きなカモなんだけど、すぐ来てくれない。そんなにいいカモだったら、あなたがいいようにしたらいいじゃありませんか。まあ、私には荷が重いのよ。大口なんですもの。ほら、あなたも必要でしょ。富山銀行のあのお坊ちゃんよ。え、富山、富山銀行の富山、富山、富山。相当なカモでしょ。あ、もしもし、もしもし、分かったわね。よし。もしもし、あ、すぐ行きます。え、あ、あ、あ、え、すぐ行きます。ちょっと、中央で出かけてきます。
かけるのはいいが、君が三井のカモにならないように無線固くお断りをしますよ。行ってまいります。あなたがそんな意味までしてあげるって奥さんならよっぽど綺麗な方なんでしょうね。うん、悪くはないよ。一度見てくれたまえ。ごちそうさま。そういう私だって見せたい人があるのよ。うん、噂の男だね。いかがです。あなたが奥様を手なずけようとなった気持ちよくわかるわ。私にとってこの男と見込んだら、その男に恋人があろうと奥さんがあろうと断然粘るわ。世界の何億万の男性の中から選んだたった一人なんですもの。何億万の中から？ええ、ないんだね。まあいっぱい。だから私、誰が何つったってこれと見込んだ男なら。よう、ワニブチ商会の狭間寛一です。この度お引き立てに預かりましてありがとうございます。何もそう改まなくてもいいじゃないか。さあ、いっぱい行こう。せっかくですが。いいじゃないか。ご存知は仲だったんですの。早速ですが、ご希望の金額はどのくらいでしょうか。僕が君から金を借りるなんて。山の奥さんと意外だったわね。でも恋敵にお金を貸してやるなんていい気持ちだったでしょ。いつか愛情踏みにじってお金に走った女にお金を叩きつけてやりたいとおっしゃったわね。どう、留意が下がったでしょ。それとも期限が来て富山の奥さんを差し押さえなきゃ気が済まんとでもおっしゃるの。うさい。初めて言ってみたのよ。ただうちには見せてないの。あなたに見せておかしいと言われたら潰すつもりでいたの。まあ私審査員ね。本当にお世辞なしによく似合うわ。旦那様きっと満足するわよ。本当？あなたも言ってごらんなさいよ。そりゃそうと、あなたのところ5円満？ええ、
とても本当によくしてくれるわよ。そう、その後寛一さんどうしてるか消息分かって。ええ、でも私は会わなかったの。まあ寛一さんどうしてたの。寛一さんのこと言うのはよしましょうよ。でも私あの人にすまないような気がするわ。何も知らなかったとは言うものの、あなたに結婚を勧めたりして。もうよしましょうよ、そんな話。今日敏子さんが見えたのよ。あの人丸まげに言って、とてもよく似合うのよ。そうかい。僕も今日意外なところで狭間君に会ったよ。まあ寛一さんに。お前会いたいかい。会いたきゃ会わせてやってもいいよ。お前が僕の妻だってことをはっきり狭間君に見せてやりたいんだ。そんなはずはないと思うんだがな。いや大丈夫だよ。いや大丈夫、大丈夫だった。いかが景気は。どうも芳しくないんだ。芳しくない。芳しくないなんて奥様は差し押さえられないようにしなきゃダメよ。大丈夫だ、僕には自信があるんだ。そんならいいけど、迷惑するなんてばかりじゃないんだから。なるほどね、君を迷惑するってわけだね。まあそういうわけだわね。そこでだね。あ、そうだ、一緒に飯でも食いに行こう。ついでに君に少し頼みたいことあるんだ。ご飯はいただくとして、で、その頼みって何なの。他でもないがね、実は相当切羽詰まってるんだよ。しかし僕としてもまだ自信は失いたくないんだ。だからもう少し何とかできないだろうか。いや、そりゃそれは無理なことは分かってるさ。そこ何とか、さもないと銀行の方がどういう運命に立ち至るか分かりゃしないんだよ。君としても僕の女房が差し押されるようなことになれば、面白くない結果を招くことにならしないかね。まあ絡めてから攻めるなんて、あなたもなかなか達者ね。とにかく帰って相談してみますけど。ぜひ頼むよ。お帰りなさいませ。風間さんは、ご婦人の方がお見えになって一緒に出て行かれました。ご婦人の方と一緒に。ええ。どんな方。とってもお綺麗な方です。綺麗。ええ。どんなふうに綺麗なの。ワックス、それとも要素。丸まげ行ったとってもお綺麗な奥様でしたわ。丸まげを行った奥様、日本趣味ね。富山さんのお宅でいらっしゃいますか。ご主人いらっしゃいます。無にも慌てているんだい。あ、富山さん。はあ、一井さんですか。どうでした、相談の結果は。そんなことより奥様どうしていらっしゃる。お宅にいらっしゃる。え、え、
様はやっぱりお留守なのね。やっぱりそうなんだわ。あ、もしもし、知らぬは亭主ばかりってね。え、もしもし、何が知らぬが亭主ばかりなんだよ。気持ちの悪いこと言うなよ。僕は女房には自信があるんだぜ。そんなことより結果はどうしたね。相談の結果は。結果なんだ。とにかく、もしもし、そんなに自信がおありならいいけど、もしも奥様が昔の恋人にお会いになってるとしたら、あなたがおかわいそうだからちょっとお電話をおかけしたの。お帰りになりました。帰ってきた。どこにいる。は、あのお化粧室の方。いや、ただいま。ここへ来ちゃダメよ。ここ開けないで。おい、開けろ。開けんか。もうちょっと待ってよ。もうすぐだから。いや、待て。開けろ、開けろ。どう？似合う？ミア、今日どこ行ってたんだ？美容院へ行ってきました。美容院行ってお見返しして、一体誰に見せるんだ？誰に見せる？その丸まげを誰に見せるんだ？誰に見せようって言うんだ。貴様よくも俺の金取るのったな。もう、あなた何か誤解なすったんじゃありませんか。まあよくお考えな。俺はもう何を言うまい。そんなに昔の男が風間かえんちゃん恋しかったら出てってくれ。もう何をおっしゃるんです。今頃かえんちさんのことなんか、私が間違っていたことは改めているつもりです。改めている者がなぜ始終監視と会ってた。もういつ私が寛一さんに会ったとおっしゃるんです。いい、もういい、出てってくれ。いい、行きません。ここも私の家です。私には帰るべき家はないはず。そうか、それじゃ僕は出ていこう。もうあなた、どこいらっしゃるんです。うるさい、待て。あなた、どこにもいらっしゃらないでください。私が悪ければ謝ります。俺はもうお前を愛してやる資格がなくなったんだ。うるさい。あなた、俺はもう無一文なんだ。だからお前を愛してやる資格がない。金で愛することができなくなったんだ。だからお前が好きな男と会ったからって、一緒に歩いたからって、そ
それを咎める権利が俺にはなくなったんだ。連れ行ってくれ、幹事のところへ。まあ。出ていかなきゃ俺が出ていくって言うんだ。あなた、あなた、突然そんなことを言い出して困るの。わしから暇を取って一体どうするつもりなんだい。自由になりたいの。自由に。自由ってお前今でも相当自由じゃないか。
どんなわがままを言ったって、どんなわがままをしたって、わしは一度でも嫌な顔をしたことがあるか。自由になりたいなんて精細ないいことを言って、寛永一度でも。そうよ。自由な体になり、大の遠慮尺な風間さんに粘りたいの。これについて、やっておけば平気になって、それ一体誰に向かって言う言葉か。お前よく考えてみろ。そんなことが言われたきりか。それぐらいのことは、もう言わせてもらってもいいだけのことはしてきたつもりだわよ。その時代は犠牲にしてしまったんですもの。その代わり、どこのお嬢様でも何もできないほど、かわいがってやってきたじゃないか。ああ、気持ちが悪い。言わないでよ。とにかく私、お暇いただきますわ。これ、これ、三井。そんなに怒るんじゃないよ。風間さん、あんた昨日どこ行ってらしたの？どこ行ってらしたのよ。綺麗な奥さんと楽しんできたんでしょ。まだ期限も切れないうちから、差し押さえもしないうちから富山の奥さんと歩くなんて。いや、何を言ってるんだ。私何でも知ってるわよ。お金を融通してあげたんだって、ちゃんと奥さんと話ができてたんでしょ。バカ。どうせ私はバカですよ。ねえ、狭間さん、私今日限りこの家を出てくわよ。そうですか。それで僕もやっと気が楽ですよ。何ですって。私が出てってもあなたが手を引くわけじゃないわよ。自由になって誰に遠慮しなく粘るわよ。どうぞご自由に。それからあんたたちの中うんと邪魔してあげるから。君は自分で勝手に筋書きを作って芝居をしてるんだ。そうよ。これからうんとお芝居してあげるわ。まだうちの温帯の居所をご存じじゃないですか。私の方が富山さんを訪ねてきたのよ。いらっしゃらないの。そうですか。あなたがご存じじゃないんじゃ。よかったな。どう話したんですの。いや、方々探したんですけど見つからないんですよ。温帯がいなければ銀行はどんな結果に到来するか実に終わりましたな。まあ、どこにいらしたんでしょうね。とにかくもういっぺんお宅へ電話してみたら。もしもし。は？は、まだお帰りになっていらっしゃらないんでございますが。はあ、さようでございます。お出かけになったままずっと。はあ、わからないんでございますけれど。は？はあ、かしこまりました。お父さん、いろいろご心配かけてすみません。私が悪かったのよ。富山はきっと帰ってきますわ。私、富山を信じているんですもの。しかし、お前もつらかったら帰ってもいいよ。その方が富山さんのためかもしれない。年がいもなく、何の考えもなしに、お前にうちの責任を負わして、嫁入りさせたわしに責任のあるような気がするんだ。いいえ、お父さん、そんなことないわ。私も寛一さんのことを忘れているんですもん。お嫁に来たら富山の妻ですわ。妻は夫を愛して愛してやらなければいけませんわ。あ、もしもし、もしもし、そちらに富山さんいらっしゃいませ。え、そう、富山銀行の富山さんよ。え、いらっしゃらない。でもあんたのとこにいなきゃ他にいるとこないじゃないの。これあたりは全部電話してみたのよ。ねえ、いるんでしょ。
いらっしゃるんでしょ。本当にいないの。そう、困ったわね。私ずいぶん本を探したわよ。この家だって幾度電話かけたか知れんしないわ。高飛びしちゃったかと思ったの。高飛びする元気もないよ。そうらしいわね。あ、そりゃそうと富山さん今日いつだか知ってる。それを知ってればこそここにこうして潜り込んでるんだ。そんなのんきなこと言って奥さんどうなると思って。まあ剣はすでに俺我が馬は変わるさ。戻しておきました。旅行中でございますけれど、で、ご用件は。失礼します。どうぞ。ご主人にご用立てした件につきまして、実は今日が期限になっておりますので。旅行中のことでございますか。帰りますまでご猶予願いませんでしょうか。ご旅行中であろうとどうあろうと今日が期限ですから。でも期限は固くお約束してあるはずです。今日ご返済願えなければ手前どもは商売ですから最後の手段を取るより他ありません。最後の手段と申しますと。最後の手段です。お気の毒ですが、ここに書かれてある通りの規約を履行させていただくばかりです。まあ。お願いです。富山が帰ってくるまで、きっと帰ってきます。私帰ってくると信じております。どうぞそれまでお待ち願えないでしょうか。期限は絶対です。氷菓子には、今の狭間寛一には血も涙もございません。でも、主人不在中に私の一存に。しかし奥様、奥さんの一存に行くのいかんのというほどの大した金じゃありませんよ。金が目当てで嫁に来た奥さんのお小遣いにも足りないほどの金じゃありませんか。第一、富山家の金庫には愛情を奪い去るほどのお金がうなってるはずじゃありませんか。寛一さん、それあんまりです。それとも空の金庫に釣られたんですか。空の金庫に目がくらんだんですか。
じゃあんまりあなたが気の毒です。このくらいのお金は風間寛一がくれてやります。じゃあ失礼します。金を叩きつけてあなたの気が晴れるのだったら私は喜んであの金をいただきます。それよりかなぜあなたは私をぶってぶってぶちのめしてはくれなかったんです。私は今日までどれほどそれを願っていたか。熱海とお別れしてから一日だって忘れたことはないんです。私が悪かったんです。私が馬鹿だったんです。山を愛してあげなきゃならないです。私もお母さんになるんですもん。生まれてくる赤ちゃんのためにも私を許してください。可愛がってあげてください。結果は風間寛一は日本一のいや世界一のおバカ者でしたよ。